2019年11月23日第1回、脳姫祭り脳姫祭りは2019年から行われている岐阜県岐阜市の祭り。男性が主役の岐阜信長祭り、道蔵祭りに対して、女性が主役の祭りとして開催されている。岐阜市では岐阜信長祭りや道山祭りが長年にわたって開催されているが、いずれも武将にスポットを当てたものであるため、 女性が主役の祭りとして、脳姫祭りが企画された。祭りの名前は、織田信長の妻で、斉藤道造の娘である脳姫にちなんで名付けられた。2019年に第一回が行われ、今後も定期的に開催される予定である。第一回は、岐阜市内のマーサ21とや長瀬商店街で開催され、以下の企画が行われた。脳姫にちなんだものとして、 次回以降の脳姫祭りへの出演や PR を行う女性を決めるミス・脳姫コンテストや脳姫のキャラクターのグランプリ投票が行われ、他にマジックショーや子供向けの出展が行われた。女性が出演するものとして、脳姫が得意だったとされるなぎなたの演舞パフォーマンスや、女性初夏によるパフォーマンス、アイドルグループのライブが行われ、 脳姫をイメージしたスイーツの販売も行われた。ありがとうございます。